メールのテーマはこちらです。今日のテーマは母自慢。はい、今日は母自慢でございます、うん、母の日ですねということで、はい、皆さんのお母さんこんな母です、すごいでしょ、こんなことしてるんですよとかね、うん、自慢をいっぱいしてください、はい、うん、ラジオネームトゥーパンプさんからです。パンプさん、私が自慢できることはたった一つ、骨が頑丈なことです。かなり乱暴なことをしてきましたが、一度も骨折をしたことがありません、うん、同じく、歯科医からこんなに頑丈な歯は見たことがないと言われました。これらは全て頑丈な骨と歯に産んでくれた母のおかげです。ストレスでメンタルがやられてしまった私ですが、骨粗鬆症にも虫歯にもならないのも全て母のおかげ。今年86歳になる母ですが、早くに虹の橋を渡ってしまった父の分まで長生きしてほしいですよといただきました。素晴らしい、カルシウムいっぱい取ったんかね。そうなんかね。あーいいな、私はね骨は丈夫なんだよ、はい、うん、でも歯はボロボロ。あーそうなんだ、でも綺麗な歯されてますけどね。いやいやいや見せてごらん、綺麗だと思ったことないんですけどね。うん、まあ私たちはねこうお話をする、ね、うん、職業だから、ね、まあ、歯はね、うん、歯はね、うん、なあれな、何運動だっけ、うん、ね、歯の運動がありますよね。60以上さ何本残すみたいなね、うん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 、自分の歯を、ね、うん、残すってありますよね。私も母じゃないんですけど、あのおばあちゃん、うん、そうよくちっちゃい頃から育ててもらったから、うん、まあ、第二の母な気持ちでいるんですけど、うんうん、そのおばあちゃんはトゥーパンプさんと同じで、骨がとにかく丈夫だし、うん、歯も全部自分の歯で天国行きました、うん、そうか、白髪も一本もなくって、そうだからそれが遺伝したのか、私すごく骨丈夫で、白髪も影響するのか、歯もねすごく歯並びもよく生まれてよかったと思って、うん、俺は骨だけ丈夫みたいだな。骨折しても不思議はないぐらいの、ね、うんうんうん、怪我すごいしてるんだよ。うん、でも骨折しないでしょ。全身40針以上塗ってるからね。縫い目がついてる怖い、うん、そう言ってたよね、うん、あとね白髪どころじゃないよね、なくなっちゃったもんね、毛根からないんだからさ。、うん、まあ、歯とかね、骨とかはカルシウム取ってってそれももちろん大事ですけど、うん、やはり遺伝はね、まあ、遺伝が ね結構一番の元になってくるから ね、うん、でもね何歳になってもやっぱ自分で美味しくご飯食べれるのはいい歯がないとね。そうだ ね煮干しのおかげかな。煮干し食わされた記憶があるね、この味噌汁の中にそのまま入ってた。出汁取るだけじゃなくて、イルコ出汁みたいな感じで出汁取るだけじゃなくて入ってた記憶があるよ。じゃあ、うん、トゥーパンプさんのお母様はね、骨が丈夫、歯が丈夫、これはね大きな自慢だと思います。はい、拍手お願いします。